ドクター、ジェイル・スカリエッティ。やあ、久しいね。あなたの事件とは別件で、任意での事情聴取を依頼しに来ました。待っていたよ、ゼロファースト。それに。ご無沙汰している、ドクター。シンク、懐かしいね。お変わりないようで、安心した。健康は維持しているよ。このガラス張りの牢獄は案外快適でね。ウーノやトーレたちも元気で。変わりない。クワットルが少し太ったくらいさ。あー、ドクターひどい。もう元に戻しました。クワットル。あら、サーティーンにチンクちゃん、ご無沙汰。捜査協力なら断ると言ったが。トーレ、今日は違うそうだよ。地上の事件など私たちにはもう関係のないことのはずですが。ウーノ、久しいわね、チンク。ああ、セッテは、あと、あれは最終ロットだからか。ああ。あなた方の通信回線を同時オープンする危険を冒してでも、聞いておかなきゃならないことがあります。下の妹たちも関わるかもしれん。少々重要な案件だ。今日は気分もいい。構わんよ。トレディア・グラージェという人物、マリアージュという兵器、そしてその二つに関わるいくつについて、あなた方が知っていることを。トレディア。ああ、賛同者の。マリアージュってあれでしょ？なんか中途半端で出来損ないのポンコツ兵器。ウーノ、どうしトレディアのデータを簡単に。はい。トレディア・グラージェ、オルセア解放戦線の活動家。新暦59年、最初のマリアージュを発見。63年、ドクターと遭遇。支援を受けてマリアージュの量産計画を始める。やっぱり。そこまでは私も覚えている。彼はね、革命を夢見ていたんだよ。私の起こそうとしたあの祭りに参加を表明してくれた。革命？痛みを知ってほしい、知るべきだ。よくそう言っていた。まあ彼の人間性に興味はなかったから適当に合わせていただけだがね。マリアージュはどこで何体作られて、トレディアは今どこに。サーティーンってば調査不足。その質問ズレズレよ。あれは現地で生産した人の下を利用するインスタント兵器だ。生産数の確認は難しいな。人語を介するくせに作戦行動能力は昆虫並み。変な兵器よ。トレディア氏はマリアージュを使い、いくつかの国の首都襲撃を企てた。ま、頓挫したがね。5年ばかり前のことだよ。トレディア氏の居場所といくつについては。ストップよ、サーティン。ここからの情報提供は交渉材料。交渉？大したことじゃないわ。事件のことであなたたちと交渉する意思はないのだし。サーティンちゃんでも即決できるレベルよ。何？出どころの確かな、できればそれなりのベルカワインの赤を一瓶、それだけさ。差し支えなければその理由を。私の最高傑作のうちの一体、彼女の命日が近いだろう。デューへの喪失くらい痛ませてもらっても罰は当たらなかろう。いかが？わかりました、私が差し入れます。素晴らしいね、サーティーン。いや、タイプゼロファーストだったか。銀河です、銀河中島。感謝はしないわよ、これは交渉の結果だから。構いません、トレディアとイクスの情報を。イクスベリアはマリアージュのコントロールコア母体。マリアージュと違って生命体、人型をしてるわ。姿形はわからんがね。まあ十中八九年若い女性の姿だ。適切なエネルギーを得れば体内でコントロールコアを無限に生成することができる。トレディアとイクスベリア、現在の居場所も把握しているよ。失礼。チンクネ、聞こえる？今どこ？リエチ、軌道拘置所だ。銀河もいる。何か？ミッド海上で大型火災が発生した。映像見られる？
死体も防災も総出の騒ぎ。場所は港湾地区会場マリンガーデン。営業時間が終わってるから人は少ないけど、かなりヤバいことになってる。お父さんの指示で私らにも災害特例の緊急招集がかかった。戻ってきて。父上が。了解、すぐに戻る。しばし待て。うん、急ぎの用事だね。手早く済まそう。イクスベリアは今ディエチから報告があった地点、海底遺跡の内部、そしてトレディア・グラーゼは4年前に死んだよ。マリアージュに食われてね。こちら港湾警備隊本部。火災の規模はコンディション7。燃焼剤で燃えてる分内部温度の上昇が激しい。特急はツーマンで人命検索、防災は水利要請、化学火災用の消火剤、空隊はエリア区切って消火弾、指示を待て。基盤チームにも招集をかけました。おお、よりにもよって厄介なところを燃やしやがって。この勢いだと海岸線への炎症もあります。ああ、レッツコードのソードフィッシュワン、状況をよこせ。こちらソードフィッシュワン、装備完了。協力者2名と一緒に東アクアラインを進行中。確認した。しっかりやれよ分隊長。ソードフィッシュワン了解。スバルさん、分隊長だったんですか？一応ポジション的にね。私ほとんど単独行動だから。じゃあ指示をお願いします、分隊長。うん、何はなくとも人命検索、センサーと目視で生命反応を探して救助して安全の場所へ避難。そう、昨日もやったし、どっかでも訓練した。教わったことを忘れずに。はい。それから絶対生きて戻るのを忘れないように。分かったらゴー。了解。センサーに反応、命がある、いくつも見える。こんなわけのわからない兵器だとか火事だとか、そんなもののために消えかけてる命がある。冗談じゃない、助けるんだ。私たちで絶対。アブソリューリー。行くよ相棒、フルドライブ。いや、エクセリオン。使用許可降り出す。それと消火剤タンク。よし、サンキュー、ノーベ、ウェンディ。液剤車はまだ足りねえけど、これから到着だって。了解。あれだけ背負って移動しながら撃つ。私とノーベは特急チームの管制下で人命救助。それとマリアージュとかいう量産型の放火犯がいたら問答無用でぶっ飛ばす。よお、中島4姉妹。じゃあね、 L2R だったか。臨時協力感謝する。ボルツ司令、こちらクリゲ。一人欠けてますがすぐ合流します。赤毛コンビが突入役っす。助かる。だがお前ら、データ共有と多少の訓練があるとはいえ、まだまだ素人には違いねえんだ。無茶はすんな。特に赤毛一号、姉ちゃんと妹の言うことちゃんと聞くんだぜ。ちゃ、なんか納得いかねえけど了解。頑張りは期待するが踏み込みすぎんな。以上、頼んだ。了解。んじゃ、行くっすよ、ノベ。ああ。公安本部、こちら N2R クリゲ。消火剤砲撃に入ります。